富士ソフト株式会社は神奈川県横浜市中区に本社を置くソフトウェアの開発、販売、システムインテグレーションなどを行う企業。資本的にはどの企業グループにも属さない独立系である。野沢博士が自宅で1970年に設立した大手独立系 IT ソリューションベンダー。富士ソフトはグループ全体で1万人を超える技術者を要する。 設立から17年後の1987年12月に株式上場している。銀行、証券、生存保などの金融系や製造、医療、文教などの業務系システムの開発と構築を行う。また近年、筆グルメ、ポールロー、モレノデ、未来スクールステーションなど、プロダクトサービスも展開しているほか、通信機器の製造も行っている。 富士ソフトが主催し、1989年より開催されているロボット相撲は参加者が自作したロボット力士を技術とアイデアで戦わせる競技である。全国大会には高校生の部と全日本の部があり、全日本の部は両国国技館で開催されている。また、現在では世界各国で大会が開催されるに至っている。 USB モデムモバイル Wi-Fi ルーター USB モデムモバイル Wi-Fi ルーター神奈川県東京都埼玉県茨城県群馬県岩手県北海道静岡県愛知県大阪府兵庫県広島県福岡県熊本県沖縄県株式会社東証コンピュータシステムは日本の会社東京証券取引所機械計算部門から分離発足した経緯を持つ現在は 富士ソフトグループの参加である。株式会社東京証券取引所も一部株式を、なお保有している。遠隔出店、製品ソリューションサービスパッケージ商品主要、取引先出店、業種、名前が似ている富士通との取引関係は、FMVA の筆グルメのバンドル提供のみである。ありがとうございます。